しまして、新型コロナウイルス感染症緊急対策を実施する旨の発表であります。この間、県の休業要請に従っていただいた、そうした企業の皆様方にお答えをするということ、また飲食店をはじめ、大変苦しい状況にある市内の中小企業の皆様方を支援をするということ、ほか、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、さまざまな問題を抱えている方々等に対する支援策をパッケージとしてまとめましたので、発表をいたします。趣旨経緯は先ほど申し上げた通りであります。詳細について各それぞれの資料で説明を申し上げます。今回の対策については、事業者向けの臨時相談窓口の設置、そして家賃相当額最大上限50万円のテナント支援協力金、飲食店のデリバリー対応支援、クラスター防止協力金制度、テレワーク推進事業、医療機関への病床確保のに関する支援、そして家庭学習のための端末等の貸与、市営住宅などの住まいの支援、医療機関等へのマスクの提供等に関する支援、これらによって構成をされております。まず1つ目の事業者向けの臨時相談窓口の設置ですけれども、この間、新型コロナウイルス感染症の影響によって、状況の悪化をきたしている中小企業、小規模事業者、そして個人事業主などが多数いらっしゃいます。そうした中で、先日県の支援策も発表されたわけですが、その前に国の方でも、さまざまな支援策、もしくは資金繰りに関する支援策などがありますが、非常に複雑、多岐にわたっておりますので、こうした制度をですね、市内の中小企業や皆様方がですね、躊躇なく活用できるように、市として専門家による相談と手続きのサポートを行うというものであります。内容として、原則電話、遠隔による相談を実施をいたします。面談による相談を希望する際は、感染防止の対策をした上で予約制にて実施をいたします。解説については、来週月曜日から解説をいたします。社会保険労務士、中小企業診断士、市職員による専門部隊によって徹底的にこうした国の制度が受けられるようにサポートしていきたいと考えております。相談内容として事業継続の支援、セーフティーネット4号5号や他にも国などの資金繰りに関する支援策の申請などの支援を行います。また雇用維持支援として雇用調整助成金の周知や申請等の支援、雇用労務相談、また中小企業診断士による経営相談などを行っていきます。市内でこうした国等の支援策をどういうふうにして受けたらいいのか、またどう申請していいのか悩んでいるような事業者の皆様方には、こうした窓口を活用していただきたいというふうに考えております。次のページがテナント支援協力金ということで、休業要請等を受けた店舗がテナントとして入居しているビル等のオーナーに対し、賃料の減額や免除、支払い猶予等の配慮を要請し、その要請に応じてくれたオーナーに対して、緊急事態宣言の発令期間中に減額免除した賃料に対する支援を行い、当面の負担軽減を図るというものであります。休業要請を受けて、休業していただいた中小企業、小規模事業者の店舗、また外出自粛要請によって大きな影響を受けている飲食店の中で、中小企業、小規模事業者の店舗、そうした店舗をですね、私どもは応援をしていきたいというふうに考えております。そうした賃料の10分の8、50万円を上限に支援をするものであります。私たちの制度の特徴というのは、この制度に関してこの中小企業や店舗の皆様方がですね、この我々とこの交付手続きの処理をするのはかなり大変だろうというふうに考えておりますので、それらはオーナー側と減額免除の契約書を取り交わしていただければ、あとはオーナー側と我々が手続きをすることによってですね、この市内の中小企業や小規模事業者の申請の手間自体も負担軽減を図るというものであります。また市の方も個々の膨大な店舗の方々とこうした交付手続きをするのではなく、オーナー側とまとめて実施をすることによって、手続きの負荷の軽減を図り、迅速な交付につなげていくというものであります。条件等の留意事項ですけれども、全国展開しているチェーン店などのテナントは対象外とすると。
というところであります。また、飲食店に関しましては、次のページで説明する、新型コロナウイルス感染症対策8か条を守っていただける店舗を私どもは支援の対象といたします。8か条とは何かということで、次のページに書いておりますが、まずお店側での対応として、当然ながら働いている従事者の方々で体調不良、発熱等、そうしたものがあれば、仕事に従事しないという健康観察をしっかりしていただくということ。また店舗内での十分な換気、またアルコール等を用いた適宜の消毒、また勤務中におけるそうした手洗い等の励行、必要に応じたマスクの着用、食事の提供について大皿での取り分けを避けていただくなどのそうした対策を店舗側でも実施していただく。また店舗の方からお客さんの方にはですね、体調不良のあるお客様の入店を遠慮していただく。また1テーブルに何人程度という形で通常よりも間引いた形でテーブルの位置設定をしていただく。またお客様同士が真正面に向き合うことがないよう、また距離を一席程度離れるようにする。長時間の飲食、大声による歓談は護衛の願う。こうしたですね、店舗側、また飲食店を利用する側に対するこうした対策がなされている店舗に関してですね、私どもは支援をしていくということで、休業要請に応えていただいた企業の支援、そして感染予防にご理解をいただいたそうした飲食店に対してこうした形でですね、最大限の支援をしていくものであります。次のページに移っていただきまして、飲食店のデリバリー対応支援ということで、そうしたやはり飲食店の感染拡大防止を図っていく中で、デリバリーの方にですね、活路を見出していただく。でそうしたですね、外出の自粛の促進、そしてまた販売力の強化、これを私たち市としても応援をしていきたいというふうに考えております。そこでこうした宅配代行業者、デリバリーの代行業者を利用するにあたって、すでに大阪府などではポイントの発行額の一部を助成するということは発表されておりますが、我々はそれに加えて初期登録費用、月額手数料についても合わせて助成をする、3つ助成をするというものであります。私たちの千葉市内のですね、この飲食店の中小規模以下の事業者はですね、ほとんど今登録されていない状況であります。この状況でポイント付与制度だけを実施をしてもですね、実効性は高まらないであろうというふうに考えておりますので、この業者への登録費用、またこうした代行業者の売上の3割、4割ぐらいをこうした手数料として徴収するケースが多いので、そうしたところについても2分の1私たちが補助することでですね、登録と利用を促していく、そしてポイントを付与することで市民にそうした市内の飲食店を応援をしていただく、こうした取り組みを実施するものであります。次がクラスター防止協力金制度であります。この間、これは森田知事にも私要請をいたしましたけれども、千葉市をはじめ県内各地でですね、クラスターと疑わしき事例が発生したとしてもですね、例えば飲食店やライブハウスなど、不特定多数の方が出入りしていて、そのクラスター等の恐れがある場合に、本来であれば店舗名等を施設名を公表して、その期間に出入りした方について呼びかけ、そして、その方々聞き取りをして検査をしていくということが必要になるわけですけれども、施設名を公表されることで、経営上のダメージを懸念されて施設名の公表に応じていただけないケースというのが出てきております。クラスターをですね、早期に発見し、そして対処していくためには、やはりこの施設名の公表にご同意をいただいたような企業をやはり支援していく制度が必要だろうと私たちは判断をいたしました。そこでそうした事業所に対しまして、一事業所100万円のですね、クラスター防止協力金制度というのを設けることでですね、少しでも公表にご同意いただいて早期の感染拡大防止を図るものであります。次のページを見ていただいて、テレワークの推進事業で、この間私たちもテレワークなど在宅勤務を推奨しております。しかしながら一方でですね、なかなか在宅勤務の環境がない、もしくは経営者の方でどのようにテレワークを導入していいのかわからない、さらには今ホテル宿泊業の方々が大変苦しい状況にある中で、彼らも経営努力としてですね、このテレワークを対応する、そうした宿泊プランなどを実施しています。そこで私どもはこの
感染拡大防止のために自宅以外でのテレワークを希望する方に対して、こうした市内宿泊施設のテレワークプランを利用した場合に利用料金をですね、上限3000円、補助をするという制度を導入いたします。対象者は千葉市内でお勤めで千葉県内にお住まいの方、また千葉市内にお住まいで千葉県外にお勤めの方、こうした方々に対してテレワークプラン利用料金のうち1回1人当たり上限3000円で私たちは補助をいたします。またこうしたテレワークプランを実施するホテルに対して、消毒等を含めてかなりの手間がかかっている現状を鑑みて、衛生対策にかかる経費を1事業者当たり上限30万円4分の3という形 で、 ですね、私たちは支援をしたいと考えています。また、テレワークをどのように導入するかという点について中小企業診断士などによるアドバイスを私たちも先ほど申し上げた事業者向け臨時相談窓口等で実施していく予定であります。次のページが医療機関への支援ということで、この間新型コロナウイルスによる感染症の患者が日々増加をしておりまして、あらかじめ一定数の病床を確保する、増加させていくことが必要だと考えております。それに伴ってですね、そうした市内の医療機関について確保していただいた病床1床につき1日あたりですね、8万円のですね、この病床確保待機料というのをお支払いをすることでですね、病床の確保というのを促進をするということになります。10床60日確保していただければ4800万円を我々として支援をさせていただく、こういう制度であります。私もすでにホテルについても確保に向けて具体的な協議に入っておりまして、できる限り今月中の確保を目指してこの関係者と協議を今進めているところであります。こうしたあらゆる患者の方々に対応する、そうした体制をですね、県と連携しながら進めていきたいと思います。次のページをめくっていただきまして、家庭学習のための端末の対応ですね、今休校中でありますけれども、千葉市教育委員会の方で用意をしたドリルパークなどが非常に好評で使っていただいています。一方でご家庭の中には例えばですね、スマートフォンしかないご家庭などは PC やタブレットでなければなかなかですね、このドリルパークは使いづらいと。また中にはインターネット環境そのものがないというご家庭も中にはございます。そこでそうした家庭でのオンライン学習に支障がある児童生徒の世帯を対象に、私どもの方で LTE 対応のタブレットなどそうした端末について、お貸しをするというものであります。現在1000台を確保できる見込みになっておりまして、ここはですね、希望状況も踏まえながら拡大を検討していきたいというふうに考えております。今後、教育委員会の方でもですね、ドリルパーク以外でも、さまざまなオンラインでの学習、そうしたものも作っていただけると思いますので、こうした体制をですね、各ご家庭で取れるように支援をしていきたいと思います。次は住まいの支援でありまして、このから県の休業要請の中でですね、例えばネットカフェ等で、そうした住まいを失う方がいらっしゃるのではないかという懸念がございます。私どもすでに貧困対策でシェルターなどのそうした一時滞在施設はご用意してますし、ご相談にも応じておりますが、それだけではなくてですね、この新型コロナウイルス感染拡大の影響で、解雇であったり離職などで住宅について非常に困る、お困りの方が出てくるだろうというふうに想定しております。私どもはそうした方々について市営住宅を提供したい、また住宅の相談について私どもは積極的に対応していきたいと考えておりますので、そうした該当する方々はご遠慮なく私どもにご相談をしていただければと思います。最後は医療機関等への支援ということで、我々千葉市はですね、災害時のために備蓄をしていたマスクをはじめ、あらゆるルートで確保してきたマスクをこれまで医療機関をはじめ64万枚ほど市内の関係機関、施設、関係者に配布供給をしてまいりました。今後も医療機関を中心にですね、市としてそうしたマスクをですね、必要としているような優先順位の高い方々がマスク不足に悩むことがないように、今後も50万枚から100万枚程度ですね、支援をしていく予定としております。今回発表したのはあくまで現時点で、そうした対策として明示できるものでありまして、今後も市内の経済状況や市民の皆様方の状況等を見てですね、
弾力的、機動的にですね、予算措置をし、支援制度を構築してまいりたいと考えております。私からは以上です。それでは、幹事社からご質問をお願いいたします。まずは、立法さん、お願いいたします。よろしくお願いします。まず改めてのご質問になってしまうんですが、今回独自支援について言うとですね、まあ、いわゆる県の制度、昨日発表ありましたけれども、その違いについて教えていただけますか。はい、私もやはり感染拡大防止に向けて、緊急事態宣言をやはりしっかりと活かせるという状況が必要だろうと、実効性を高めていくことが必要だろうというふうに考えております。まあ、そうした中で、やはり休業要請を行った企業に対して、市としてできる限り最大限の支援をしていくことが必要だろうというふうに考えておりました。まあ、そうした中で、今回、まあ、家賃が一番お困りの方々、声も多数届いております。また飲食店に関してはですね、もともと内部留保というかですね、そうした備えも不十分であるということも伺っておりますので、そうした中小企業や事業主をですね、支援をするためには、一刻も早い支給ができる、そうした制度設計が必要だろうと考えておりまして、まあ、そうした中で今回、家賃相当部分を最大50万円支援をするという制度になりました。まあ、県の方でもですね、県は広く、支援をするという制度設計になっておりますので、そういう意味では企業を限定せずに支援をする、県と、私たちは感染拡大防止を主眼とした ある程度絞った形でのさらに手厚い支援を組み合わせていくことでですね、千葉市の中小企業の支援と感染拡大防止を効果的に図れるのではないかなというふうに考えています。この財政規模なんですけども、いただいた資料ですと、約17億円になるかと思うんですけど、はい、その財源というのはどういうことですか。私ども国の地方創生交付金というのはある程度想定をしておりますが、我々地方創生交付金が仮になかったとしてもですね、財政調整基金を使って我々としたらですね、スピード感を持って対応していくという考え方ですので、早期に選挙区処分させていただいて、早期にこれらの支援策が手元に、皆様方の手元に届くようにしたいと。医療機関の関係のお尋ねなんですけれども、今回その病床のホテルの確保というのが先ほどありましたけれども、一つで何床程度を想定確保できるのかというところですか。私どもとすると今、それなりの規模のホテルさんと協議をさせていただいていますので、それなりの数が確保できるというふうに思いますけれども、今どう100床以上は我々としては協議が整えば確保できるだろうというふうに考えます。マスクの提供の関係なんですけど、これは各国の見込みといいますか、どうやってこれを確保していくか。我々行政としてですね、何十万枚単位での確保をしております。確かにマスクはいわゆる街中では不足をしておりますけれども、しっかりとしたルートを活用していけばですね、一定程度確保できるようになっております。ここで確保するとなかなか難しい点がありますので、できる限り我々が大きなロットでですね、購入して、それを市内のそうした関係者のある種支援策としても、それはどん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 ですね、無償で提供していくという考え方であります。私の方からいい。はい、それでは中田さんお願いします。中田さん、中田さん、よろしくお願いします。特にこのテナント支援協力金と、あとクラスター防止協力金の話なんですけれども、これはどこかの自治体で既にやっていたり参考にされたようなものはあるんでしょうか。まず、テナント支援の協力金については、比較的似ているのは福岡市だというふうに思います。50万円8割というところは似ていると思います。ただ福岡市の制度は、直接その店舗が手続きをして市が支援をするというものですけども、我々はまず、家賃の減額や免除を全てのオーナー側に要請をし、その中で対象業種について我々がオーナー側に一括して支援をしていくという、そういう制度設計になっております。で、クラスターに関しては防止協力金に関しては今のところ制度として示されているところはないんじゃないかなというふうに思っております。これは比較的千葉市のオリジナルだと思います。あと
とですね、デリバリー対応支援のところなんですけれども、これについてもあのテナントと同じようにですね、例えば代行業者に対してというやり方もできたとは思うんですけれども、それを回答させていただきます。観光プロモーション課の武田と申します。ですね、こちらにつきましては、メニューのですね、初期登録費用および月額手数料につきましては、飲食店の方に補助することになります。ポイントに関しましては、代行事業者の方と調整を進めていくということになります。以上です。あと最後なんですけれども、家庭学習のための端末等対応なんですけど、で通信費用についてですね。通信費用にこちらは持つ形ですね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。その通りでございます。はい、それから通信課の方の方はその通りでございます。はい、ご質問ございますでしょうか。はい、NHK さん。NHK の岡崎です。お願いします。改めてクラスターの協力金はすごく難しいと思うんですけれども、市内のクラスターの発生状況はある程度話せる範囲 で、それを踏まえた上でまた改めて狙いを語って。今の千葉市内でですね、クラスターが発生されしているというふうに思われるそうした施設は現時点では存在しません。しかしながら、これは出てから考えたら遅いというふうに考えています。他の自治体の中でですね、ライブハウスであったり、もしくは飲食店などでクラスター、もしくはクラスターの恐れがある施設があり、施設名を公表し、それでですね、ある程度深めてきた、そうしたケースもありますので、我々とするとですね、こうした制度をあらかじめ作って示していくことでですね、保健所の引き取り等を含めてですね、やはり少しでも協力をしていただきたいと、だんだんですね、そもそもそう店に迷惑がかかるので、働いている方自身がそこで働いていることそのものを言わないみたいなケースも出てきておりますので、こうした制度があることで、少しでもその感染患者の方が保健所の聞き取りに対しても、正直に答えていただくことも我々としては期待をしております。あとはその周辺には近寄らないというか、市民の警戒にもつながる。そうですね。やっぱり我々とするとその施設そのものが言えないとなると、その市民の皆様がどこで起きているのかわからないし、我々からその注意喚起としてこういうやはり業種やこのこういう出入りが空間がやはり危険なんだという人も周知できますし、何より特定多数でご自身も全く知らない中でそこに出入りしてたところがクラスター化していたっていうのは、非常に市民の皆様方も感染の恐れがありますので、こうした制度によって少しでもクラスターが千葉市内で発生したときに公表し呼びかけ、そして相談に来ていただいて検査に必要であればつなげられるようにしたいと思います。はい、ありがとうございます。他にご質問はございますでしょうか。すみません、情報を怪しくいます。還元の関連のところで、確認なんですけど、先ほど専決処分とおっしゃってましたが、臨時会開いての議決というのではなく、早期に実行するために専決を、これはまだ、処分はまだしてないんですね。これ今後ですかね。はい、はい、大臣かな。はい、どうぞ。財政課の方だと申します。先決処分は今しておりませんで、来週早々21日頃の目途を考えております。以上でございます。私はすでにこの発表に先んじて、議会の議長、政府議長、代表者の皆様方には、この制度の概要についても説明させていただいておりますので、しっかりと議会とも連携をしながらご政策を進めていきたいと思います。特に議会からも賛同がもう得られていて、そうですね、ご理解いただいてまいりました。ありがとうございます。他に質問ございますでしょうか。はい、朝日。朝日新聞、重政です。ちょっと、今日の発表ではずれちゃうんですけども、昨日政府の方が、緊急事態宣言全国に拡大しましたけども、これについて市長の所感をお願いします。まあ
まあ、私とするとですね、まあ、あの国の、まあ、判断に関してはですね、あの必要があると判断された上で実施をされていることだというふうに思いますので、まあ、特にコメントはございません。まあ、その中で千葉県は特定警戒という地域に入ったんですけども、こういう差をつけることっていうことについてですね、まあ、一部の自治体では、まあ、大阪なんですけども、あの差が薄まってしまってどうかっていうような意見も出てるんですけども、そこら辺についてはどうでしょうか。まあ、あの僕らがまあどちらかというと懸念しているのはですね、その地方創生交付金は、まあ、本来であればその感染状況もあの考慮に入れながら、まあ、配分額を決定するというふうに伺っておりますので、まあ、そうした配分に、まあ、差が出るようなことがあればですね、一番こう感染状況に対峙しながら、まあ、取り組んでいる自治体にとってはですね、少し支援が薄まる、恐れもありますので、まあ、そうはないことを我々としては期待をしております。それ以外についてはもう政府のご判断ですから、我々としては何ら何か申し上げることはございません。ありがとうございます。他にご質問ありますか。よろしいでしょうか。それではご質問がないようなので、以上で、お答えをお願いします。